あれ、どうぞ。はい、では今ちょっとね軽くライトスパーリングをお互いやったんですけど、この後に、今打撃が当たる間合い、パンチと蹴りの当たる間合い当たらない間合いをお互い、まあだから誤審なんで別に、まあ、倒しには行ってないんですよね。守りながらお互い牽制した距離を測った練習を今してたんで、でその後にまあちょっと合気の技を入れてやってみたいと思います。でまあ結構ね右ストレートとかパンチとかね、あの担当でこうやるのはよくあると思うんですけど、まあ今せっかくキックボクシングのマススパーリングやってたんで、右足の右ミドルを蹴ってもらっていいですか。あ、いいですよ、しっかりこういう感じね。でこれでキックだとブロックして返すとかなんだけど、まああんまりそういうのにこうわちゃわちゃ付き合う感じじゃなくて、もう一回蹴ってもらっていいですか。もうこれにこう合わせて、でパンチですよね。でガードが上がらなければ上がらなければボーンと、まあ、相手がダメージを受けますから、まあ、防御してくるんでこれに一挙いきますね。これまあ裏だったら左のミドルでいいですか。取って、まあ、打ち込みますよね。でこれで裏にすると
なんか面白い。次行きましょうか。で、一番多いのが、もう一回ミドルキックで、今キャッチしたけど、こう流すのはそうですよね。で、まあ、空手とかキックなら、もう一回いいですか。流して、蹴りとか、そういうパターンなんですけど、まあ、それを、まあ、後ろ当てですよね。これで後ろにポンと。で、まあ、あとは逃げれば、それで。まあ、決めたければその後、まあ、乗っかってなんかすればいいと思うんですけど、まあこれそんな説明ゆっくりさばいて、まあ後ろ向いたんで、今片足で、もう一回ですか、片足で蹴るとね、結構もう片足で立ってることになるんで、まあ蹴られるし、まあ片足で浮いてる時にもう仕掛けちゃうんで、非常に、だから足を上げると実際はすごい怖いですよね。片足で立つことになるんで、これがどうしようかな。もう一回いいですか。これがだからこういう状態で足をパーンと引っ掛ければドーンと、まあ、頭から落ちますよね。まああといろいろありますけど、もう一回いいですか。これをまあこういう流れで取っちゃえば、でまあなんか関節いったりもあるんで。でまあ、固定返し、ちょっと右ストレートで、まあ、通常こういうのもありますけど、まあ、前蹴りでいいですか。前蹴り前蹴りをこうね、今お腹にそうそう、あ、ドーンってきてるわけね。それをまあこう素通りして、で素通りした時に、まあ、今小手返しの話してたんで、素通りした時にこの小手を取って投げると、左でいいですか。素通りして、まあ後ろ当ててもいいし、まあここが開くわけですよね。でここに返して小手をいくと、まあもう一回前蹴りでこういう感じですよね。ここ回って、あとはあれですね、よく、まあ今蹴りからでしたけど、でワンツーミドルで、まあ要はガードはやっぱ上げとかないと、そうそうそう、しっかり上げとかないと、でダン、まあだから片足になると非常にもう打撃オンリーならあれですけど、まああの総格闘技もそうですけど、あんまり高い蹴りは、蹴ったってこのローあたりでね、だからローでもいいですよ。ローでももう引っ掛けちゃえば、まあ当たった瞬間もうこういうバランスになると困りますよね。 そんな感じかな。あ、なんかあるかね。あ、一挙やったもんね。いや、そう。あと、まあ、首相撲、あんまりこういう、これよく、まあ、上から、下から取ったものが、肘も締まるし、強いって話ですけど、これ軽く頑張ってもらって、これを、こうやっても動かなくて、で、この間動画上げましたけど、今、結局、首一生懸命、固めてますけど、首から下は独立してるんですよね。で、これを片手で顎をこう引き寄せると、これはもうこれで固まっちゃうんで。固まりました、今。若干。これだから、まあ、ちょっと見え、こうは頑張って、うん、今、いかないんですよね。だからこれをキュッと。というそういう動きになるし、まあそれもやんないで、あとあれですよね、あのよく首相撲だからで首でギュッギュッをお互いやってんだけど、あ、これ組んでもらって、これでちょっと振り回して、お互いこんなになってるんですけど、これもね、やっぱ今顎を下に押すと弱くなったんですけど、あとこれ
上に押しても実は弱くなるんですよね、体が。で、上に向かしちゃうのは結構非常にしっかり頑張って、こうやってもいかないんですよね。で、これを上に向けると、これあれなんですよね。で、これいい例が、このままでちょっと踏ん張ってもらって、これってほら響かないんですよ。で、今、まあ、額を押して上に向けたんですよね。で、上、これで同じ、もうちょい上向いて、ここより、頭部が後ろに行くともうコントロールできないというか、それで頑張ってて、これはちょっとほら体がこうなっちゃうね。で、それだけ違うんですよね。だから首を詰めるか、もう詰めてこれはロックしてるんですね。このままだと今いかないですよね。で、上げてこれで、まあ2種類あるんで、こういう方法もちょっと試してみると、まあいろいろ検証してみると面白いと思うんで、はい、そんな感じです。どうもありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ためになったな、よかったなと思う方は、いいねボタンと登録ボタンの方をよろしくお願いします。あと、うちの方で体験レッスンを行ってますので、ご興味のある方は、ホームページより、お問い合わせフォームで、連絡ください。折り返し連絡させていただきます。本日はご視聴ありがとうございました。